だってなかなか大人はね、そのまあ、じいさんでもばあさんでもいいんだよ、その年配が何かをやってるところに行って自分が素直になるって稀有なことだと思いません？今ちょっと足運んだって素直になれないだろ、はい、ここだったら泣けるんだ、ここだったら大笑いしていいんだ、ここだったら一緒になって考えていいんだっていう場所ね、はい、そういうことが提供できるのも俺はラジオの魅力だと思うよ、はい、うん、つまりその方々で顔が売れてます、あの人が出てんだじゃあ見ようみたいなテレビは堕落する一方だよ、そういう意味ではたけしの番組なんか堕落ももう極まったりだよ、あの世の中の例えば今投稿でも何でも映像があるでしょ、それを他のタレントと見てうわこれすげえなって言ってるだけだよ、あれでどれだけの金をもらってるか分かんないけどもう堕落だよあれ芸人にしてみたら、そんなを見て感心してどうすんの、それよりも考えることや笑うことを自分で作り出すよ、それが芸人の仕事だろう、なんか対価ぶるんじゃねえっていうの、昨日もそうだけど志村けんとダウンタウンが酒飲んでやる、こんなものずっと見てんだよ、いい気なもんだぜ志村けんも、歌舞伎役者が不安だって言ったらもうすっかりその気になっちゃって、やろうかなみたいなこと言ってるけど、お前バカ殿はバカ殿でいいんだよ、酒食らってさでバカバカバカも女の子もいるわさ、寿司屋だ でここはタバコ吸えるんだってかぼかタバコ吸ってんだよ、お前どういうことかなと、お前頼むよ、もうテレビの中でも礼儀あるだろう、お前礼儀者の芸人になるんじゃねえバカ野郎は。三笠中学校では作曲の団員が吹奏楽を教えてます。三笠は本当にバカな話、昨日見なきゃよかったって思うぐらいで、俺の頭畑の浜ちゃんだけだよな、また下品だねあれも、もうその態度といいって松本がいや天才やとか、天才になったらあんな安いもんじゃねえよ、もう頼むからさ芸人は芸やんな、銭もらったら芸しなさい、餌もらったってあなたおやつもらったって犬は何かやってくれるぜ、あ情けねえっちゃあれしねえな、そこへ中田翔がまた出てきゃ、昨日や今日のあんちゃんがこれぐらい金使いましたなんて自慢たらしく言うんじゃねえよ、なことよりまだやることあるだろう、長嶋王を見ろよ、とりあえず見せる野球っていうんだ、あの人たちがどれほど裏で汗かいてたか、それから考えたらさ金がこんなに入って酒こんなふうに飲みましたとか昔してんじゃねえよガキが、冗談じゃない、何年生まれだっけ僕は。